ゆてぃー、デレデレしてる、言ってる言うてもうてる。アジャスです。こんばんは、なべちゃんも。皆さんこんばんは。え、いけさん、ほんと？やった、明日来てくれるんですか？嬉しい、ありがとうございます。ドラッピさん、うわ、ちゃうわ、ダラピさんもやけど、こんにちは。今日最後の配信です。ありがとうございます。ルカさんこんばんは、トマチさんこんばんは。ヤジオさんハートありがとうございます。皆さんこんばんは、ダラピですよドラッピさんやった、合ってた、チャワーとか言っちゃったよいしょ。まあ、私は探し物をしております。探し物は何ですか言うて、よいしょ。1回目とドリンク足りない、ちょっとごめん、わかんない、書いてた？レジューさんハートって言いましたね。言っていくスタイルでお願いします。ともちさん、ずかさんこんばんは。トモチさんハートありがとうございます。ナイス、だるまさんもありがとう。トモチさんとリックはトリットありがとうございます。え、大丈夫？しんちゃん体調悪い？大丈夫かい？嫌やな。トモちゃんこんばんは、こんばんは。カバンと机を探すのが必須。カバンの中も机の中もやね。ツーショットは撮れる。多分私ないと思うんだ。わかんない、多分ないと思う。多分ないんちゃうかしら。多分ですが、うん、うーかやな。明日のイベントの話やからな。ビューティー、鼻水鼻詰まりで2週間耐えたけど、席で出したからさすがに嫌な目で見られる。そらね、そうだよね。どうしたんですか？なんかあれかな、風邪？やっぱり風邪かな。ルーカーストリット届けますね、ありがとうございます。いやよね、風邪しんどい？しんどいですか？まあそらしんどいわな、かわいそう。無理したらあかんで、病院に行ってもらってね、早く治しましょう。早く治しちゃえばこっちのもんや。ガガガしてたわ。ダメね、まったく。暑いな。なんか今日寒いかなと思ったけど、意外と暑い。なんか厚着をするには暑い。わかりにくい、厚着をするには暑いってね、若干のこのなんていうの、寒いんかどうかわからない気温。一番困る気温確かに、あのエミカの卒業前の年の気がする。そう、そんなに久しぶりなの？あらん、ひだいさんこんばんは。ドラピさん、馬、馬、馬とは馬
なんか馬もらった馬みずむちゃんかわいい、ありがとう。ひとりさんこんばんは。そう、絶妙な肌寒さっていうんですかね、なんか「これぐらい着とけばいいやろう」が通用しない。これぐらい着とけばいいやろうと思って着たら寒いし、これぐらい着とけばいいやろうと思って着たら暑い厚着で厚着に対してですそんなん言ったっけ私いや暑いっすよね、暑いっていうか、いや暑くはないんだよな、なんて言ったらいいのかな、ね。明日から関西で日本シリーズ、うふい、楽しみですね、どうなるか。お金が動きますよ、きっと関西ではマネーが動いてるらしいですから白久保さん、かわいい、ナイス、ありがとうございます。暑いな、動いてると暑いんだわ、きっと。そうだわ、きっと肌寒い、この気温、今のこの気温、肌寒いが正しいんかな。したら明日大阪寒い、どうでしょう。でもさ、今日雨降ったから寒くなりそうな気もするけどね。あ、そうなんですか、ともさん、すごい、さやかさん、白熊さんが、おお、動くと汗ば止まると冷える、もう最悪でもめっちゃわかる本当に寝る前とかさ、震えるのにさ、寒くて朝起きるとか寝てる途中とかで暑いなみたいな、布団ボーンみたいな蹴っちゃうみたいな、もうどういう服装して寝ようみたいな毎日。ラジオです、マセさん、どんどん連絡してもらって、もろてもろて、もうほんとそれなのに。しかも嫌なのがさ、こう服がさ分厚くなるじゃないですか、全てにおいて。あの冬ってやっぱり寒いからさ、ってなるとさ荷物も多くなるしさ、めっちゃ嫌だ、それが嫌かも私、いろいろ不便。寝てる間に会いたくて会いたくて震えるんやな。じゃあね、寝てる間は震えへん、寝る前に震えんねルーカース、ナイスハート。90キロに見えるんですか、言って。今はどう見えるの、今どう見えるのか分かんないけど。もこもこ厚着の季節、たまちゃん、ナイス、コウモリ、ありがとうございます、ありがとう。見たまんま、見たことないもん。たまにさん、お疲れ様です、トリックトリートリートでございます。ちょっと布団剥いじゃって、剥いじゃってって何、剥いじゃってでパーンってしてってことか、寒くて起きる、めっちゃわかる。玉ねぎさん、だるまさん、ナイス。
れあれ、私のエリちゃんどこ行った？エリちゃん、あれれ、落ちちゃったかしら。これは一体なんだ。もうなんかわからないんですけど、私の付け襟さんがどこにいるの。付け襟さん、なんか物が置くとスペースが足りないんだよな、多分単純に。そうなんだよね。マー君こんばんは。みかんの季節、みかん大好き。ビショップさん、お花ナイス。マー君ハートありがとうございます。スナック届きました。やったー。どうですかニュースマホは。お待ちかねのスマホさん。封筒が吹っ飛ぶ感じパンってしてることあった。エンチグさん、皆さんこんばんは。明日楽しみます。変なところに面白いけど見つかった。ゆうやくんこんばんは。ゆきさんこんばんは。宮崎さんハートありがとうございます。嘘、ループしてました。また一生ループしてるね今日。やだ、今日はループの日じゃん。エンチグさんハートありがとうございます。よいしょ、うくしゃみくしゃみって言っちゃう、うん、くしゃみした時くしゃみって言っちゃう。なんかラジオやと急かなと思って。いや直接会えるの楽しみだ。めちゃくちゃいつ落としてしまうかビビってますそうだよね、基本も最初はビビるんですよ。途中からどうでもよくなる日が来る。いつの日から気にしなくなる。エンチクレさんハートありがとう。ループの日ね、たまにある設定たまにあるんだループの日。嫌なんだけどね。嬉しい、 Thank you。前髪今日切るって覚えとこ。絶対に切ろ。元気さん、こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。保護フィルムに傷ついたらもうどうでもよくなる。保護フィルムやったら全然まだ大丈夫。保護フィルムは良かったってなる。やってくれてありがとう。そうそうそう、カバーつけなんか前髪断髪式。ゆきさんお疲れ様です。お疲れ様です。断髪式しなくちゃ。交換？あ、フィルム半年で交換してるの？すごい。あ、元気さん了解です。フィルム半年で交換はすごいね。早くない？もうなんかボロボロになって無理ってなるまでフィルムはそのままです。人生3代目？え、すやん、そんなに変えてなかったんですか？携帯。風邪じゃないよ。
しゃみしたらずっとくしゃみ引きずるねん私。30分ぐらい一生これ言ってるけど。2枚入り送ったろうやって。送ったろうか。送ったろう、送ったろう、発音の。どっちにしろありがたい。4台やるのすごいよね。前髪切れ専用のハサミ、ガチじゃん、ガチ勢じゃん。PZT さんこんばんは。エピオンさんパネルアップです。ありがとうございます。5年に1回しか変えてないんで。え、携帯歴15年なんですか。私の方が先輩やん。何歳から、え、だって私9歳から携帯持ってるから20年やで。にまそ。にまそ。2枚入りの安心感半端ないよね。4年ぐらい変えてない。え、ユッキーさんそんなにいないと思いますよ。明日は私のファンの方結構1週間切ってたから、発表した時スケジュール合わないって方多かったからさ。だから本当にお邪魔する感じになると思います。スマホでガラケー時代入れて、あ、ガラケー時代入れてないんか、なんだ。9歳が早い。1992年があのやんちゃくりさんが何歳なんか分からんけど。横山の千里さんこんばんは、こんばんは。スマホはどれぐらいやろ。まあでも言うて高校生かな。高校生ぐらい。しもしもって言うやつ、しもしもって言ったんですか。5年で電池持つんですね、それな。あ、まだ見てないねんけど、山口さん見るね、楽しみ。オレンジスライス。あ、そうなん、元気さん電池そのものそのものにしめば8から10。なんかそのアップデートに合わせて電池持たへんくなる、なんかあれつけられてると思う。見るわ見るわ見るわ。13代目スマホ。私もでも結構初期から持ってるな。何代目やろ、何代目かちょっと分からんけど。年使いつけてまだ電池容量 78% だって。翌年の93年に大前電車。まだ生まれてない私。ノブさんこんばんは。矢島さん先ぶりです。高見さんこんばんは。パナソニックのケタメージぐるんぐるんのドラマやばそう。スマホで他に2足買ったしか。2足話して、まだ話したあかん。山口さん私生まれてない。1992年。木村さんこんばんは。じゃ
ゃあ明日はウーカのイベント一部なのでね、私は午前の部、お昼の部、一部なので皆様この辺で終わらせていただきますわよ。日本で最初のスマホ？すげえ。お母さんが持ってたかな最初。ポケベル？ボカではありました。そう、確かにケベルは分からない時代、世代、私ね、ケベル分かんないからなぁったことない。みんなすごい詳しい。よし、ならランキング読んで終わろうかなめっちゃ早い。じゃあランキング見ます。いきます。13位ゆうやくん、12位パッキーさん、11位まさやくん、10位ひとやさん、9位ケンパチさん、8位ヤジオさん、ヤジオ関東さん、7位 B ショップさん、6位玉ねぎさん、5位ルーカス、4位ドラッピさん、3位ミズムーさん、と2位トモッチさん、そして1位はニャンチャクルさんでした。イエーイ、ありがとうございましたそう、23時までの配信なんですよ。なんであともう1分で終わりますでもこの携帯が一番長いんかもしれない。私もとかさみんな投げてくれてる、うんじゃないからな。今聞いた方もすいません、投げてくださってる方もありがとうございます。ドラッピーさん、ダルマさん、ありがとう。ユーティーサイリウム、ありがとうございます。審査をしてみてくれてます。了解。ヤジオさんもありがとう。また明日会いましょう全然投げてないって、ごめんごめん。玉ねぎさん、ありがとうございます。あ、もう23時だ。ほな、またね。バイバイ。みんな、ありがとう。じゃあまた明日。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ。